ついに長時間スノーボードで滑っても足が痛くならない最高のブーツを手に入れたモビロンです。今日のスノーボードは真面目に滑りました。3日ほど雪が降り続き、ゲレンデは最高の状態です。ふわふわでデコボコのところを何度も何度も滑りました。帰る時までにどれほど上達するでしょうか。それではご覧ください。結果、最後まで転ぶ。モビロンチャンネルはメタボおじさんモビロンがスノーボードを楽しく滑って上達しようとしているチャンネルです。スノーシーズン真っ盛りです。ルールを守って楽しく笑って滑れるように、そして怪我に気をつけて。チャンネル登録まだの方はモビロンチャンネルを登録してスノーボードを堪能しましょう。コメントもしてくれるとモビロンはすごく嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。